ざっくりおまかにこう少女漫画の歴史的なことをやろうかと思います、はいはいはい、まずですね、戦後の少女漫画においてね、うん、その先駆的な挿絵画家っていうのがいたんですよ。中原純一さんって、この絵見ると大体わかる人いるんじゃないかな。あの今これ聞いてらっしゃる方のおばあちゃん世代ですよ、はい、おばあちゃんです。プレイユとかね、ひまわりとかの表紙描いてた人ですよ、はいはい、でこの人が、はい、まあこういう絵柄を結構その戦後すぐ描いててですね、うんうん、で結構ね、なんでこれを取り上げるかっていうと、この人の絵柄とか雰囲気結構その後々のストーリー少女漫画に結構影響を与えてる気がするの。なるほど、わかります、うん、すごく大和なでしこのね、うん、女を描く人です。そうだね、マチコマキでしょ。マチコマキ当時流行ってたね、うん、そうそう。この人のお弟子さんに内藤ルネさんっていう人がいて、はい、ちょっとこうキッチュな感じの絵柄のもうちょっと、はい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 、でこのルネパンダっていうのが結構なんかいろんな模様とかになってたりとか、ね、そう、はい、昭和な感じの、はい、うん、この人なんかもいてね、この二人って結構すごくその戦後の少女漫画に影響を与えた二人、まあ漫画家ではないんだけど、雑誌の表紙でやたら見ますよね、そう、雑誌の表紙とか、あとそういう付録的なものとか、はい、そういうものをやってらっしゃったんですよ、はいはいはい、でこの辺からやっぱりこうそういう漫画っていうものの意識が生まれて、うん、じゃあ昭和20年代いきますね。昭和20年代だと、まあ戦後でいいですか。戦後ですね。でね、こう姫物の元祖って、まあ安光姫ですよ。この辺がやっぱ少女漫画の元祖なの。そうか、うん、安光姫か。安光姫なんだよね。安光姫みたいなこの姫物って割と、なんだろう、後々ほら津田佳子先生の鶴姫じゃとか、鶴姫じゃのあの辺にこう繋がってくんだよね。でも鶴姫じゃって言っても多分今の人たちも全然わかんないよでこれが大体昭和24年ぐらいから始まるんだけど、手塚先生のやっぱりね、こう少女もののストーリー漫画っていうのがね、こうリボンの騎士ですよ。それがこうもう昭和28年ぐらいから始まるんだよね。やっぱりこれはすごかったんだよ。すごい宝塚とディズニーのムードを持つロマネスク世界ですよ。いや誰もやってない誰もやれない、誰もやれない、うん、こんなの、うん、だからやっぱりね、その素晴らしかったんだよ ね、 すごいね、うん、これの影響は、うん、まあ、池田理子先生も含めていろんな人が受けてると思います、はいはい、うん、あの昭和30年代前半がね、じゃあどういう少女漫画が多かったかっていうと、うん、はい、その前にこのさ、うん、リボンの騎士のさ、うん、断層の霊場ってやつ、要するに、はい、男の格好した女の子が主人公っていうのは、うん、めちゃめちゃ斬新なのに、うん、ど真ん中にこの時期にもういるのすごいよね。そうだね、ベルバラがそれを引き継ぐわけなんだけど、うん、まあ断層する女の子がかっこいいっていう系譜、うん、こっから始まっだからさ、今の多様性と言われる時代に、すで、うん、にこの時代が、まあ、早すぎだろっていうジェンダーの問題よ。もちろん宝塚っていうのが、うん、そういった劇団であって、うんうん、男役さんっていうのを女の人がやるからっていうのはあるんだけど、うんうんうん、漫画でここまではっきりとキャラ化してしまったっていうのがすげえなっていうのを思いますよね。うんうん、やっぱ本当リボンの騎士はねすごかったんだよ。すごい。あとこれさ、うん、ミュージカルなんだよね、アニメが。序盤の出来の良さ、はい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 、一個一個の動きに音楽ついてたりとか、うんうんうん、いやすごかったね、このすごかった本当にね、うん、すごかった、今見ても全く古くないしね。いや本当に、うん、手塚先生がだからやっぱ少女漫画に貢献した部分っていうのも本当すごいんですよ。昭和30年代前半にどういう少女漫画が多かったかって、はいはい、大体ね、戦後しばらく経ってからこんな感じの少女漫画が多かったの、まあ、貧乏と金持ちがテーマ。そうですね、今はないんだけど、はいはい、なんていうのかな、こうやけにこう物質主義的で、はい、こう生活中貧乏臭さがね、こう当時の少女の日常となんかリンクしてたの。だから俺この時代に今戻りつつあると思って、あの階級がはっきりとしてたっていう時期の話ですよね。まあこの辺って結構歌唱漫画読むとあるんだけどさ、あ、はいはい、大概がね、うん、こうお金持ちのお嬢さんが父の死や会社の倒産で貧乏になるって話か、あ、逆に太宰か、貧乏な少女が金持ちの養女になったり、本当は資産家の娘であることが判明するみたいな、あ、シンデレラ、なんかね異様に多いんだよそういう漫画、はいはい、あ、なるほどね、うん、でもこれも原型だね、私は実は姫だったっていうやつですね、うんうん、でこの当時はね結構男性が少女漫画を描いたりしてて、あ、そうですね、そうそう、先ほど出てきましたね。だからやっぱりその少女の気持ちの繊細さを描くっていうよりもやっぱりパターン化したものはやっぱり男性だから描けたんだろうね。なるほど、うん、ちょっと客観的に物語として描くことができた。そうそうそう、で里中真知子先生がこの辺を読んで相当怒ってたらしいんです。なるほど、うん、納得します。結局ね、貧乏な娘なのになぜかこうドレス着てこう結構高価な宝石とかつけてるんですよそこは確かにそう、もうツッコミどころ満載で、里中先生は女子供だからって漫画でバカにしてって思ってたらしい。なるほど、なるほど、だから私が描くわよってなっちゃった。なるほど、なるほど、何でも描けなきゃダメって言ってるもんね、あの方ね。そうなんです。でやっぱりまだねこの時代ってその恋愛漫画とかなかったんだよね、うん、これねちょっとね、僕の友達のね笹生奈美さんが同人誌で描いたやつが面白かったんでこう持ってきたんですけど、60年代って大体ねこう富士の病物っていうのも多かったの、はいはいはい、これも復活するよねこう惹かれ合う二人がいるんだけど、うん、その女の子の方が富士の病に大概侵されてんだよ、はいはい、それでラブシーンなんだけど、どうせ私の命はあとわずか、ねえキスしてみない、バカ
ってこう殴ってそんなことを言ってはいけない自分を見失うなんてなんとかさんみたいなこういうストーリーですよ。だからこの時代はねそのキスシーンなんて漫画に何にもなかったんでキスしてみないっていうセリフだけでもむちゃくちゃやっぱりドキドキしたらしいんですわ。そうなんだ、うん、まあこんな漫画だったらしいんです。なんで殴るんだろうねバカってね。そうですこの時期、うん、もう手塚先生の漫画もそうだよね、うん、やたら殴りますよね。やたら殴るんだ今だったらダメだよね。いやなんか海外の人たちがそこにドン引きするらしいね、うん、日本のアニメコンテンツはやたらと女を殴ってる、うん、そうで、あとはその昭和30年代はね高橋誠先生を筆頭とするねバレエ漫画がめちゃめちゃ流行ってたんです。はいはい、うん、ありますね。そうで、はい、この当時のバレエ漫画っていうのはその後々の山口涼子さんのアラベスクみたいなああいうちゃんとしたアスリートものではなくてもう本当に少女の憧れっていうかその衣装の綺麗さみたいなものを見せるためのバレエ漫画で。ああそうなんだ。そうそうそう、とにかく絵がめちゃめちゃ綺麗でその少女の憧れを誘うっていう意味でバレエが用いられていたの。トゥーシューズに画鋲入ってるんですか。まあまあそんなのとこもあるんだけど、そういうのもあるんだけどはい、はい、でその高橋誠先生の絵がね本当すごくおしゃれで、はいはい、もうとにかくねパリで、はいバレーだったの。パリ大好き。パリとにかくパリだった。パリのアメリカ人だからね。アメリカ人もパリに憧れてるからね。でね、その当時の少女漫画の特徴としてはね、こういうスタイル画っていうのが漫画の中に意味なく挿入されてたの。あったあった、うんうん、でこう下になんか誠ってサインとか入っちゃったりとか入ってるでこれがねなんていうのかな、こういう歓楽街のような瞳とか、はいはい、こういう意味のないスタイル画っていうのがね後々その少女漫画の悪口の一つとしてこう言われる一つのパターンだったんだよ。少女漫画ダサいみたいな。そう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 。でもその当時のやっぱり少女に聞くとまあこれはやっぱり少女が大好きな世界だったんだって、うん、だからスタイル画っていうのも少女大好きな世界だから、うん、別にそのバカにされることでもないだろうっていう、うん、ただ男の子は読むとなんでストーリーに関係ない絵が出てきやがってって多分思ってたと思うんだよね。ストーリーよりも可愛いとか、そう可愛いさとかおしゃれとか、なんかそのそういう感じの方が重要だったんだよね、うん、そこに来て水野先生の時代が来るわけです。出ました、トキワ荘の。そうです、水野先生が初めてやっぱラブコメっていうのを書き出すんだよね。明るいラブコメ、すごいよね。この人が石森先生と赤塚先生と組んで漫画描いてたじゃん。そうだね、合作してたっていうのがすごいよね、うんうんうん、すごいすごいすごい、うん、だからママ母とかそのなんか貧乏な娘とかにしみったれたストーリーじゃなくて、うん、明るい外国 の, その割とこう白人の女の子と男の子の明るいラブコメみたいなのがこう溝先生が出てきてバーンってこう流行って、はいはいはい、でみんなそうなってっちゃうんだよね、はい、だからキャンディーキャンディーになっていくわけね。キャンディーキャンディーとかになっていく。つまり金髪大好き。だからやっぱり昭和50年代の漫画っていうのは大体こう白人同士の、ね、恋愛が多かったでしょ。白人同士ですね。そうそう、それって水野先生の流れなんですよ。例えば女王様ものの漫画を描いてもさ、なんかドレープとかがすごいやっぱり丹念で少女好みなんだわ、絵柄が。そこが見たい。そう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 、女の子ってこういうディティールが大好きだから、はい、男の作家ってそこまでできないんだよね。描けないですね。描けないんだよ、はい、うん、だからやっぱり当時水野先生ってのはもう特別だったんだよね、少女漫画好きな人たちの間では、はいはいはい、それで昭和39年なんですけれども、うん、ついに第1回講談社漫画賞でね、里中真知子先生が16歳で入選するんです。出ました、漫画協会理事、うん、これが一つの革命だったんですよ。どういうことかっていうと、16歳の女の子が漫画描いて雑誌に乗っかっていいんだってことなの。それまでは少女漫画ってやっぱり男の人が少女のために描いてたわけですよ、はいはい、だからなんか女の子は読んでもなんか今一つこうピンとこないというか、おっさん描いてるから貧乏なおっさんおっさんが少女の世界を描いて、結局女の子ってこういうのが好きなんでしょっていう感覚で描いてるからさ、まあそうですね、そうだからピンとこないわけよ、はいはい、で里中先生とかその辺の人たちがなんとか改革しようとしてこの辺からこうデビューしだすわけですよ。なるほど、早いね。そう16歳 でピアノ少女って ね読むとこれ女吸血鬼ものなんだよね。へー、結構ね、あの唐の一族を先取りしてるの。そうなんだ、うん、で吸血鬼なんだけど、その吸血鬼と生きていく悲しみみたいなものを書かれてて、やっぱすごい早熟なんだよね。男の子がこうライバルとドンパチやってる間にやっぱこういう漫画描いちゃうっていうね。怖いな怖いわ、うん、でもこれをやっぱりね、その入選させた小学校講談社もすごいなと思うんだよね。この人が水島先生と仲良くなるのが面白いよね、うん、あで水島先生と合作してるじゃない、はいはい、してるね。で水島先生の漫画の女性キャラをこの方描いてるやつあるよね、うん、描いてる。それで里中悟ここから来てるもんね。そうでもなんか里中さんはね、千葉先生の大ファンだったらしいんだよね。そうなんだ、うん、数ある男が描いてる少女漫画の中で千葉先生のだけがね、少女の気持ちを分かってるっていう繊細さがあったらしい。いや確かに千葉先生は繊細だし、うん、懐広いし、そうそうそう、でかいよねあの人、うん、なんかその女の子は泣くにしてもちゃんと千葉先生の漫画は理由があったそうです。ちゃんと見ててくれる。そうそう、ただウェーンって泣くだけじゃなくて、はい、ちゃんと そのそれまでの話があって
ってちゃんとこうなっていくっていうその人間が欠けてたんで、うん、やっぱりその里岡先生は千葉先生を尊敬してたらしいんでね。なるほど、俺も尊敬してます。でこれがまあ昭和39年ですよ。でこの辺で青池先生とかねもうデビューした青池康子さん、そうそう、はいはい、デビューしたさっき、はいはいはい、次昭和43年に第1回リボン新人マガ賞に一条ゆかりさんと柚木ひかるさんと森田純さん、この3人が出てくるの。革命ですね、はいはいはい、うん、でこの3人がねある種やっぱり革命を起こしたというか、ね、これ北が生まれた頃だね。そう、俺が生まれた1年後なんだけど、1年後だね、うんうん、やっぱりみんなね書くものがね大人っぽいんだよ、はいはい、それまでのやっぱり子供っぽい漫画とは違くて、だって森田さんなんてさ、そう、元宮先生と結婚する人だからてかね、森田先生ねこんなグラマーの女書いてていやすごいよね、そうそう、こんなムチムチしててこれ当時少女漫画じゃありえないから、はい、で一条さんなんかもこうすごくね自己主張する主人公、いやアメリカ人ですよこの人、そう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 、本当に。で柚木さんなんかもう完全にもうハリウッド映画みたいなこうストーリー書いてて、はいはいはい、なのに一条ゆかりさんのアシスタントをやらされてたっていうのがもう一条さんの方が先に売れちゃったんだよね、そう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 、あんたたちちょっと手伝いなさいよみたいな感じで新谷薫さんと柚木さんが呼ばれてアシスタントやらされてたっていうのはね、うん、この話すごいいいよね、うん、そうなんですよ、うん、もうあと肘ゆきさんも肘ゆきさん超人ロックがアシスタントやらされてたって誰が超人だよって、ね、一条さんの歴代アシスタントむちゃくちゃ豪華だからやっぱ一条さんがすごいんだね、上沼恵美子みたいだね、でも本当そんな感じかもしれない当時の漫画業界のはい、はい、だからやっぱりねこれがその第1回のリボンの新人漫画賞でこう入選した作家だから第1回なんでやっぱりね編集者も押すわけよこの賞っていうのを確立させたいために NSC のダウンタウンみたいな感じ、そうそうそう、だからやっぱりそれまでこう友江佐藤先生とかがもっとこう幼年向きの漫画とかねいろいろ書いてたんだけど、あの5年ひばり組みたいな、だけどこの辺あたりからやっぱりどん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 大人っぽくなるんだよね、はいはい、まあその一条先生が僕一緒に飲んだ時言ってたんだけど、うん、水野秀子先生だけはねやっぱり大人ものをずっと書いてたんだって、だから自分たちの前で、あ、そうなんだ、そう、あのそれまで少女漫画ってみんな子供っぽかったんだけど水野先生だけは大人の恋愛ものを書いててすごいやっぱり一条先生は水野先生をリスペクトしてたらしい、へえ、うん、俺ね一条ゆかりさんと会ったことないんだけど、うんうん、どんな人飲んでた、あのめっちゃねあの男前な人、姉子って感じ、そうだね、カラッとしてるあのイメージのまんまの人、そうだね、読めばわかると思うんだけどデザイナーっていう漫画に出てくる主人公のアミそっくりです、はい、性格とかも雰囲気もプライド、プライド、うん、まさにそんな感じあの世界の、まあ、女王ですからね、女王ですか、うん、はいはい、逆らないにしましょうね、まあだからここでこの3人をやっぱりその主演者がバンって押すことによって、なるほど、どん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 漫画が変わってって、まあ、そこからまあいろんなものが生まれて、まあ、リボンの礎になった、そうそうそう、だからこれがやっぱりある程度の新しい少女漫画の先駆けの3人だと思うんですよ、なんかさリボンってさ、うん、ときめきトゥナイトになるじゃんこの後、あー随分後ね、だから最初は大人リボンだったんだ、うん、大人リボンだったの、だから一条先生とかむちゃくちゃ要するにその変態漫画って言ったりしてたけど近親相姦だの同世代だのむちゃくちゃ書いてたわけ、責めてたんだね、そう責めてたの、だから一条さんがよく言ってたのが私は少女漫画の王道みたいだけど全然王道じゃないから、もう全然王道じゃないことばっかりやってたのに、うん、なんか王道って言われてちょっとなんか違うみたいな、なるほどね、これだから43年ってことは68年ぐらいなんで、うんうんうん、まず学生運動が一番盛んだし、うん、ラディカルな若者文化がガーッと出てきた時期だし、うん、少年マガジンで明日のジョーやってる頃なんだよね、そう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 、だからそこに少女漫画黄金期も同時に重なってベルバラ登場になってくるという、そうベルバラ登場流れなんだ ね、だから攻めないとダメだったんだね、だから保守的なものよりも攻めてた方がいい、ね、うん、そうどんどん攻めていい時期だったんですよ、いやいやいや、いい時期時代ですね、だからね、そこから、まあ、例えばオトメチックだの例えばガラスの仮面だのっていろいろ広がっていくわけなんだけど、はいはいはい、やっぱりスタートはこの辺からじゃないかなって思ってて、なるほど、ゆずきさんどんな漫画描いてたの、ゆずきさんみんなあげちゃうで、全く今と変わらない漫画、変わらないだからその当時はねゆずきさんみたいな人でも少年漫画に居場所がなかったんだよ、あ、そうなんだ、そう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 、まあ、絵柄がすごい可愛かったし、その後だって青年漫画でずっとやるわけじゃん、そうそうそう、でもねやってることはね全然変わってない、だからそれがすごい、少女漫画でやってたことをそのまんま青年漫画でやってる、うん、そう少女漫画の頃からハレンチなものを描いてた、ハレンチでめちゃめちゃハレンチ、みんなあげちゃうみたいな感じ、みんなあげちゃうみたいな、まあ、あそこまでどぎつくはないにしろ相当下ネタも入ってたし、ゆずきさんがね僕本当好きなのはね、女の子がねジメジメメソメソしてないんですよ、確かにカラッと明るくて、ね、そうそうそう、ほんで男の子はちょっとオタクな感じの男の子っていう組み合わせが多いの、大体俺昔から不思議なのが、うん、ずっと同じテーマで描き続けられる人たちって、うん、本当にそれ好きでやってんのかな、
でもね、俺ゆずきさんとお話した時にゆずきさんに言われてすごい印象に残ってることがあって、うん、漫画家って実はデビュー作に自分の書きたいものっていうのが全て入ってるから、うん、いろいろ寄り道はするけどまたデビュー作に戻るんだよって言われて、すごいなんかね納得したことがあって、ってことは、うん、好きなものでデビューしてるんだ。そうだから、もうずっとあの信念曲げずに同じものをずっと書いてる。それでも全然問題ない。問題ない。恐ろしい。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。